こんにちは、ゆかこです。今回はこちらのネットバッグの編み方をご紹介します。カジュアルにモテてクタッと感がとっても可愛いバッグになってます。コーディネートもいろいろと楽しんでいただけるかなと思うので、ぜひ一緒に編んでいきましょう。ゆるニッティングのメンバーシップでは有料動画もご覧いただけます。詳細は概要欄のリンクをご覧ください。それでは材料をご紹介します。今回は手編みのお店フースのサムという、サムくんと愛称をつけて呼んでいるんですが、はい、サムくんを、今回 335g 使いました。こちらコットンの糸なんですけど、細い、コットンの糸を15本寄りにしている、かなり極太の糸になります。で、よりもしっかりしているのでバッグとかにすごくおすすめなんですが、今回はクタッとナチュラルに、ちょっとカジュアルに持てるようなバッグにしたいなと思ったので、今回サムくんで、こちらのショルダーバッグ編んでみました。もう本当に雰囲気がすんごく可愛いので、はい、糸の状態で見るのとまたちょっと違った雰囲気になるのもとても魅力なので、これから載せていく動画もね、ちょっとずつこう糸から物になっていく様子もご覧いただけたらと思うんですが、とっても可愛い糸なので、ぜひよければチェックしてみてください。で、かぎ針は今回8号のものを使いました。あとはいつものとじ針、ハサミをご用意ください。それでは編み方ご紹介していきます。まず1番目はこの右図の通り、真四角に本体を2枚編みます。前後ろですね、41目×25段で、詳しい編み方はこの後の動画を、ご覧ください。で、2番目、この2枚編んだ本体を側面と底面を細編みでつなげます。で、袋状になったところで口部分を細編みで拾って、で、最後肩紐を編んで完成になります。基本的な編み方で全部編めますので、動画に沿って一緒に編み進めていきましょう。それでは作り目からスタートします。8号ですね。まず鎖1つ編んでキュッと縛ります。で、ではまず作り目を41目作っていきます。鎖ですね、1,2,3,4,5 という感じで、このまままずは、41目作り目を作っていきましょう。はい、では鎖41目が編めました。そしたらここからちょっと長めの鎖2つで立ち上がって、で、端から4目目の鎖に長編みを編みます。1,2,3,4つ目ですね。4つ目の鎖に長編みを編みます。はい、そしたらここから、鎖1つ編んで1目飛ばして次の目に長編み、よいしょ。で、鎖1つ編んで、ちょっと結び目がかぶったのでちょっときついですが、1目飛ばして次の目に長編み、よいしょ。で、鎖1つ編んで次の、1目飛ばして次の目に長編み、これをずっと繰り返して一番端まで編んでいきます。最後ね、長編み長編みで終わるので、この後お見せしますね。はい、では端まで編めました。最後こんな感じで、長編み長編みで終わります。あとはね、一目飛ばしで編んできたんですが、ではこのまま、鎖3つでちょっと緩めというか長めの鎖3つで立ち上がって編み地を返します。そしたら、ここから全部このスペースを拾っていきます。まずここに長編みを1つ編んだら、鎖1つ編んで、で、次のスペースに長編み、鎖1つ編んで次のスペースに長編み、これをひたすら繰り返します。で、また反対側まで編んでいきましょう。
はい、では、前段最後のスペースのところまで長編みを編んできました。そしたら最後鎖一つ編んで前段の一番端ですね、ちょっとこうくるっと前を向けていただくと鎖が3つこの一番端に、ね、カーブして残っているかと思います。これの一番上の鎖ですね、この子を後ろから前に針を刺して、でここに長編みを一つ編みます。これで2段目完成です。では続きまして、鎖2つちょっと長めで立ち上がったら表に返して、で、奇数段、まずねこのスペース一番最初のスペースに長編みを編みます。で次から繰り返しですね、鎖1つスペースに長編み、よいしょよいしょ、ちょっと糸が割れましたね、よいしょ、で鎖1つで次のスペースに長編み、これをまたひたすらに繰り返しながらこの端まで編んでいきましょう。はい、では一番最後のスペースにも長編みを編んだところです。で最後は、この前段の立ち上がりの鎖2つ目に針を入れて、よいしょ、ここに長編みを編んだらこの段完成です。はい、このようにちょっと分かりにくいんですが、奇数段はこの両端が長編み長編みで続くんですね。で偶数段はこの格子の、はい、このスペースになるという感じで、このようにスペースを毎回ねこのように拾いながらこう模様が交互になるようなイメージで編んでいきます。この 2,3 段目を繰り返していくイメージですね。はい、で、このまままずねこの、模様編み部分16段目まで続けて編んでいきます。今3段編んだので、このまま続けていって16段になるまで繰り返しで編んでいきましょう。はい、では、16段目まで編めてきました。それでは次から、ちょっとアクセントで細編みを入れていきます。鎖一つで立ち上がってくるっと編み地を返したら、一目につき一目ずつ細編みになります。まずこのスペースに細編み一つ編んだら、次この長編みの目に細編み、でスペースに細編みを編んだら次長編みの目に細編みという感じで、はい、このままずっと端まで、細編みで編んでいきましょう。はい、では最後スペース残すところまで編めてきました。そしたらまずこのスペースに細編みを1つ編んで、で前段の立ち上がり2つ目の鎖に細編みを一つ編んだらこの段完成です。全部細編みで編んできました。で、こう平置きした時にちょっとねこの細編みの段がピュッとこう横幅がちょっと長くなる、はい、でこっちのね今まで編んできたこの長編みの方ちょっと縮みがちになるんですが、最後ねバッグの形にする時にここぐるっと縁もね編んでいくので、そこでちょっとねこうビシッと整うかなと思います。なのでちょっと手加減とかでもねここくびれのような感じでちょっとこうほっそりとしがちなんですが、最後に編みくるむので特に気にせずにそのまま編み進めていただけたらと思います。では次ちょっと長めの鎖一つ編んだらくるっと編み地を返して、次の段ももう全部細編みです。はい、隣の目から一目につき一目ずつ細編みを編んで、一番最後またちょっとねご紹介するのでこのままずっとまっすぐ細編みで編んでいきましょう。はい、では最後の立ち上がり目だけ残すところまで編んできました。そしたら、前段の立ち上がりの鎖の真ん中から針を入れて、ここに細編みを編んだら2段目完成です。こんな感じでちょっと、何段かこのね細編み段編もうと思うので、この後また編んだ段数お見せします。はい、では細編み段全部で6段編みました。そしたら鎖2つで立ち上がってくるっと編み地を返します。まず、
隣の目に長編みを編みます。で、鎖を編んで一目飛ばして次の目に長編み、よいしょ、ちょっと結び目がやってきていますが、で、このまま鎖一つ編んで、で、また一目飛ばして次の目に、よいしょ、長編みを編みます。で、鎖一つ編んで、一目飛ばして次の目に長編み。この要領で、はい、また一番端まで格子の模様を続けていきましょう。はい、では最後3目残すところまで編んできました。そしたら鎖1つ編んで1目飛ばして次の目に長編みと、よいしょ、で一番最後の立ち上がりの目にも長編みを編んで、でまたここから繰り返しですね。はい、またこの後何段編んだか出しますので、またこのネット編みの模様、格子の模様で、このまま模様編み続けていきましょう。はい、では、細編みを編んでからこのネット編みですね、3段編んできました。そしたらここで、本体の1枚目ですね、完成なので、ちょっと糸端処理できる分だけ残して糸を切ったら、よいしょ、はい、これで、本体の1枚が完成になります。こんな感じになります。はい、これと全く同じものをもう1枚編んで2枚編めたら、繋いで、バッグにしていきたいと思います。ではもう1枚全く同じサイズのもので編んでいきましょう。で、もう1枚ね、どうしてもこのネット編みちょっと伸縮性があるので、サイズとかがちょっと変わりやすいんですが、目数合ってたら多少のこのね、まあ1センチぐらいの前後はあるかなと思います。はい、ちょっと縮みなどね、形がちょっと違うよとか歪んでるよっていうのも、最後ここね繋いでいくので、そんなに気にならなくなるかなと思っております。はい、ちょっと今日は髪安くてすいませんが、ではもう一枚同じものを編んでいきましょう。はい、ではこのように本体が2枚編めました。そしたら、外表にして2枚重ねます。で、1枚ですね、このまま糸をつないだまま、このまま、端ですね、この両端と底面つないでいくのに使おうと思います。切っちゃった方は新しい糸つなげて使ってください。では外表にして2枚重ねたら、まずこの一番端ですね、最後、編んだこの端につながっているので、このまま向こう側の、一番端の目ですね、端の目の下のこの1目目と2目目の間のスペースを拾って、で、このまま引き抜きます。で、鎖1つ編んだら、この、手前側も同じようにこの1目目と2目目の間のスペースと向こう側同じく間のスペースを拾って細編みを編みます。よいしょ、はい、そしたら次の段もこのスペースですね、向こう側と手前側同じところ、このスペースに針を入れて細編みを2つ編みます。1、2と、で、2つ編んだら次の段も、この1目目と2目目の間で向こう側も同じ場所に針を入れて細編みを2つ編みます。はい、2つ編みました。そしたらここから6段細編みになるんですが、まずこの、6段目の一番端のこの立ち上がりの目を割ってるところですね、ここと向こう側も同じように同じところに針を入れて細編み。で、次の段、この一番端の目と向こう側も端の目を拾って1目目と2目目の間ですね。で、細編み。
でまたこの目を割ってるところと向こう側も目を割ってるところに針を入れて細編み、で一目目と二目目の間を拾って細編み、でまた割った目に針を入れて、よいしょ、細編みを編んだら、最後ですね、一目目と二目目の間に針を入れて、よいしょ、向こう側も同じように針を入れて細編みを編みます。でここからはまた長編み段になるので、1段につき細編み2つをで、一番端の目の下を拾うイメージで、はい、1段につき2目ずつ細編みを編みながら、この裾まで、まずはこちら側の端を細編みでつないでいきましょう。はい、では一番底ですね、一番下の段まで全部細編み2つで拾ってきました。そしたら、あとね、この出てる糸端、このねバッグの内側に入るようにちょっと中にしまっておいて、でこの一番端の目ですね、ちょうど角に当たる目を手前と後ろどちらも、1本ずつ鎖で拾って細編みを3つ編みます。同じところに細編みを3つ編んで、で次は、側面、あ、すいません、底面ですね。底面も同じようにこのままスペースに針を入れて、このスペースにまず細編みを2つ編んだら、隣もこのスペースに針を入れて細編みを2つで、スペースに針を入れて細編みを2つという感じで、はい、1スペースにつき2つずつ細編みを編みながら、このまま反対側まで細編みでつないでいきましょう。はい、ではまた角までやってきました。そしたらまた端の目ですね、片側1本だけ拾って、細編みを3つ同じところに編み入れます。 1,2,3 と、はい、な感じで3つ編めたら、次またこの、端ですね、端の目、ここに、あ、端の段ですね、失礼しました、段の、端1目の下を拾って細編みを2つ編んだら、また同じように、よいしょ、この反対側ですね、反対側の縁も同じように、こちらと同じように細編みでつないでいきましょう。はい、ではこんな感じでぐるっと一周細編みでつないできました。そしたら、この本体の最後ですね、このままぐるっと一周細編みで編みます。このバッグの口の部分ですね、もうとっても簡単です。はい、全部細編みです。鎖一つで立ち上がって、このスペースから細編みで、次の、この長編みの目に細編みで、スペース細編み、長編みの目に細編みという感じで、交互にずっとぐるっと一周編んでいきます。ちょっとこの端のとこですね、お見せするので、一旦このままこの端まで編んでいきましょう。はい、ではこのつなげ目のところですね、最後今、長編みを編んだところで、次も長編みの目に細編みを編みます。で反対側の、ここですね、もう細編みを編んでしまっているので、このまま次のこの長編みの目にちょっと糸を引く感じで、ここね、ちょっと間あんまり開かないようにキュッと、ちょっとキュッとね、目を寄せてから細編みを編みます。よいしょ、はいですね、よいしょ、あ、ちょっと糸割れたのでもう一回やります。じゃあこんな感じで細編みを編んだら、また次ここから、はい、一目につき一目ずつ細編みを編んで、このままぐるっと反対側まで編んでいきましょう。
はい、ではぐるっと一周回ってきました。そしたら最後、立ち上がりで編んだ鎖、ここですね、ここによいしょ針を入れて引き抜いたら、よいしょ、はい、ここであとは糸を引いたら、よいしょ、これで本体が完成になります。で、この編み立ての状態だとちょっとね、このあの細編みのところが少しちょっとポワンと出がちなんですが、よいしょ、ちょっとね、このネット編みのところが少しこう伸縮しやすいので、軽くもうこう引いてあげると綺麗にね、形整いますので、これで、本体が完成になります。はい、ではまず肩紐の部分編んでいこうと思います。片側この端のね、この繋いできたところ、側面をこのようにペタッと広げて、でまた新しく糸ね、糸端持ってきます。で、この真ん中というか、このちょうどね、細編みで繋いだこの目ですね、一番真ん中を取っている、大体でいいです、この真ん中の目から 1,2,3,3 目、右に行ったところ、ここに針を入れます。で、今回、肩紐は7目、細編み7目の幅の肩紐にしようと思います。細くしたい方、太くしたい方はちょっとここで何目拾うかで調整してください。ではこのまま隣の目にも細編み、1目につき1目ずつ細編みを拾って、全部で7目ですね。1,2,3,4,5,6 で7、7目拾ったら鎖一つで立ち上がって編み地を返して、で全部細編みです。隣の目から、全部で6目ですね、端まで。立ち上がりの一目は、鎖一目は一目と数えるので、1,2,3,4,5 よいしょ、で一番最後の目もちょっと硬いですが、後ろから前に針を刺して6目で、鎖一つで立ち上がって、また編み地をくるっと返して、隣の目から細編みで肩紐を拾っていきます。このまま編む段数で好きな長さに変えていただけるので、お好みの長さになるまでこの細編みで、繰り返して編んでいきましょう。最後はこの立ち上がり目の目を割って細編みですね。ではここからまた鎖一つで編み地をひっくり返して細編みで編んでいきましょう。はい、では全部で94段編んできました。そしたら、最後ですね、ちょっと巻きかがりをするので、だいたい30センチぐらいですかね、ちょっと長めに糸を残して切って、でこのまま糸を引き出します。で引き出したらとじ針を使います。とこれ先端曲がってますが、まっすぐな子でも大丈夫です。で、糸を通したらここですね、さっき編み始めた方と反対側に巻きかがるんですが、この時に、このね、このペラッとしたこの肩紐、ねじれないようにお気をつけください。では反対側にこんな感じで最後ね、編み終わりとここの目を拾いながらつないでいきます。でさっきと同じように斜めですね、真ん中の目から 1,2,3,3 目目のところに針を入れて、でこのままもう巻きかがりでぐるぐるいきます。と一番最初の目ね、念のために重でこのようにかがっておきます。よいしょ、はい、そしたら次の目からこんな感じで、次の目も同じようにかがります。
次も同じように一目ずつかかっていきます。よいしょ。で、一番最後も切れてますね。最後の目も同じように二重にちょっとね、念のためでちょっと補強も兼ねて最後も二重に、二重に留めておきます。そしたらこのまま糸端を処理してこの肩紐完成ですね。あとは糸端を処理して完成になります。はい、というわけで今回はこちらのショルダーバッグの編み方動画でした。楽しんでいただけたでしょうか。ちょっと形を変えてサコッシュとか小さめのバッグなどにアレンジするのもとっても可愛いかなと思うので、ぜひアレンジも楽しみながら楽しんでいただけたら嬉しいです。それではまた次の動画でお会いしましょう。